かりますか、紹介。ご観覧のお客様にお願いいたします。なんかあれですね、この親方若干足しびれてますね。あるかも、すごい全席に決まっております。そこで足を踏んだまでの飲食はご了承願います。ご身の技術にご協力ください。身の回りに不審なものがありましたら警備員にお知らせください。携帯電話はマナーモードに設定してください。お席をお立ちの際やご行中は足元に十分お気をつけください。ご協力までご観覧のお客様にお願いいたします。座席下の荷物入れに足を入れてのご観覧は思わぬ事故の原因となりますのでご遠慮願います。また通路に足を投げ出されますと通行されるお客様が妨げになりますので足を投げ出されるようお願いいたします。ここに足を入れるのは変ですよね。いや多分これ乗っかって多分足入れるのかよくわかんないですよ、ね、この中で寝転がしたり寝転がしたりですね。あー変態ちょっとやばい、やばいさと思って。それは、まあ、でもそういうことをするなってことですよね。変なことはこのあそこでまさに懸垂、懸垂して懸垂してる懸垂。あーなんかでも変な人は やってそうですよね。1人か2人ぐらい誰か力士やってくんないと。でも自分の体重減衰ってできるのかな。結構強力にちゃんとやってるところじゃないと無理じゃないですか。体重重たいですもん、うん、石浦たちは多分上で食べちゃう。あ石浦とかね、あの皆さん多分体変わって、多分片手であやりそう、ね、なんかマッチョ マッチョかけまさーん。やっぱ寝やでかいな。寝やじゃないんだ。寝やでかいっすわ。よっしゃ、やっぱでかいっすね。かけまさんちょっとちっちゃく見えるな。西方綾、東京都江東区出身大谷部屋、東方拓美さん、高知県土佐清水出身大野松部屋、若干下手投げで竹光さんの勝ち。